pump up the volume. Pump that bass.皆さんこんばんは。私が残念なブリーフを履いたフリーザおじさん、よろしくお願いいたします。残念ケマオでございます。皆さんどうも、おはおはおは。はい、行きましょう。ですね、今日なんですけど、4月のね、プレイステーションプラスかな、プレイステーションストアか、ゾンビアーミーっていう、4月のフリープレイのね、プレステ4の、フリープレイのちょっとご紹介というか、ご紹介も兼ねてプラスアルファちょっとね遊んでみようかなっていうゲーム、ちょっと紹介していきたいと思います。そのゲームがこちらなんですけど、題材はね、あれですわ、パンデミック後の世界になるのかな。で、タイトルの方がですね、こちら、ゾンビアーミーということで、早速ね、ちょっと初見プレイなんですけど、ちょっとやっていきたいなと思いまして、今ゲームの方をつけた次第でございますよ。それでは行きましょう、レッツゴー。なんか始まりましたよ、1945年。なになにこの映画な感じだね、映画チックな感じでちょっと始まったぞ。ドイツナチする、なんだなんだこれは。この時点で気持ち悪いな。これはこれはヒトラーさんでございますね。あ、ちょっと待って、あ、現れたぞ。うわ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 、嘘でしょ、マジか。ドレードも、うわ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 、めちゃめちゃいますやん、めちゃめちゃいますやん。ちょっと、なんかあれなのかな、これヒトラーのその時代背景のなんかそんな感じなのかな、このゾンビアミは。彼らはヒトラーを別次元へと葬ったと。それでもまだ激しい、指導者も目的不明なのでしょうとも、それでも力はね、群れとなって押し寄せる、めちゃめちゃゾンビいますやん。それでも世界を取り戻すのだ、一歩ずつ着実にということですね。任せてくださいよ。じゃあ早速やっていきたいと思います。まず何これ、イタリアのミラノからの出発なんですかね、これ。やばいなこれ、めちゃめちゃ映像綺麗やんけ、めちゃめちゃ映像綺麗やんか。ちょっと、わわ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 、うわ、ちょっと嘘でしょ、頭飛んでますやん。ちょっと、いや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 、引きすぎですよ、引きすぎですよ。違いますか。え、ちょっと待って、俺何何何何、ちょっと待って、プレイヤーの移動ね、これまずチュートリアル、L ボタンで移動の右スティックで、よくあるパターンの感じかな、よくあるパターンの感じでね、 L2 で、あれか、照準を合わせるよと、 L2 照準の右、R1 で、あれかな、発砲する感じかな、トリガーをひねると。ちょっと待って、しゃがみボタンどれ、これ、まるでしゃがむ感じか、まるでしゃがむ感じね。なるほど、じゃあちょっとこれ狙っていきましょう。オッケー、うわ素晴らしいですよ、私のちょっと待って、いきなりちょっとさ、ショットガン、ヘッドショットしたんだけど、いきますよ、これでも食らうがいい、オッケー、素晴らしくない、ちょっとこれいきますよ、やりましたね、オッケー、3体ぐらいやったぞ、オッケー、めちゃめちゃおるな、ちょっとゾンビめちゃめちゃおらん。さあ、エイム合わせて、オッケー、さあ参りましょう。あ、この近くにおる、オッケー、いや素晴らしいでしょ、めちゃめちゃエイム力あるでしょこれ。
めちゃめちゃ俺エイム力ない？やっぱ荒野行動で鍛えた感じかなこれ。皆さん見てくださいよ。言いますよ。オッケー。オッケー。オッケー。ヘッドショットかましていく。はいはい。いただきますよ。僕に誇りをつけたのは、親以外では君が初めてだよ。オッケー！来た！近接テイクダウンということで。なんなの？敵のすぐ近くにいるときに、バツボタンでテイクダウンを実行できますよと。なるほどね。オッケー。これ、ちょっと武器変えれないの？これ、武器。今何これ？あ、2回やると変えれるんだ。あ、長押しで変えれるのね。これで今、拳銃になったね。あ、なるほど。これでショットガン。これでショットガンね。今スコープだったもんね、これ。今スコープだったもんね。OK。完璧。完璧すぎるエイム力。やばくないですか、この俺のエイム力。あ、嘘でしょ。ちょっと待て、やばいって、ちょっと待ってくださいよ。待ちなさいよ。ちょっと待って、やばい、来とるわ。来てます。さらに来てます。オッケー。さあ、エイム合わせて撃っていく。これでどう？とりあえずこれ全部やったかな？やった？とりあえずやったな。やりましたね。オッケー。走るボタンはどれ？これ走るボタンは押し込みか？あ、押し込みで走るボタンね。こっちの、あ、これで何？タックル。あ、近接攻撃がこれね。押すんだ、これを。なるほど。わかった。リロードがこの四角ボタン。これ何？バツボタンって何？バツボタンは特にないのか。オッケー。さあ、ショットガンで。オッケー。これでも食らうがいいですよ。もう一匹おらへん。大丈夫？いないね。いませんね。わかりましたよ。なんかあったぞ。飛び越える？あ、飛び越えるか。大丈夫？いない？敵。敵いないですか？いないね。バツボタンで、障害物を飛び越えれますよ、ということですね。こっち行くのかな？あ、登る。登れたぞ！レジスタンス。おい、こちら。あんたで最後だな。ずっと待ってたんだぜ。マジ？俺？ちょっと待って。え？どうなってんの？ここに入ればいいのかな？ここに入ればいい感じ？オッケー。ハロー。ハロー。アジアンテイストの方がいますね。アジアンテイストの方が。え？なんかさ、ノンスタイルのこれ、井上にいてない？ノンスタイルの井上だっけ？ノンスタイルすんなの井上さんに似てますね。ちょっと待った。ジャンプボタンはないんだね。ジャンプはないのかな？ジャンプはないってことね。乗るって何？あ、飛び越えるってことですね。オッケー。で、走るがこれ。オッケー。だいぶ分かってきたぞ。こっち行きゃいいのかな、とりあえず。このおじさんにとりあえず話しかければいいのかな？ブルーノ君っていうの？何をもたもたしてたんだ？俺たちだけで退避する？ミラノがもう危険すぎるから引くことに。ここあれなんだよね、ミラノっつったもんね。そのはずなんだが、実は通信が落ちてしまってるんだ。ちょっと手を借りれるかと。もちろんありがとう。 OK。あれだね、これ。なんか、行かなきゃいけない、ミッション的なところに、これ、星マーク出てるところかな。ちょっと待って、なんか、変な音しんかった、今。大丈夫？
これ何？これ何？弾でしょ？取れないのこれ。取れない感じですか？なるほど。じゃあちょっとまあいいや。とりあえず上行くか。こちらでございますね。こっちやな。あの通信マストが見えますか？見えるな、見える。あそこにゾンビどもが群がって動こうとしてくれなくて、片付けてもらえると嬉しいんだけど。なるほど、倒せばいいんですね。ライフルのフォーカスモード、R1 でフォーカスモード発動できる。狙いが安定し着弾する箇所にタイヤ型のマークが出る。なるほど、わかりましたよ。あ、ちょっとね、じゃあこれにしようかな。R1 ボタン、あ、これか。なるほど、これね。 OK。 すごいね、これ R1 を押すとあれだね、これなんか照準がこう確実にピタッと合ってくるみたいな感じか。 OK。なるほど。あ、やばい、外ったわ。言いましょう。いい感じでしょ、いい感じでしょ。 OK。 なに、うわ、すごっ。うわ、また来たぞ。ナイス、素晴らしい。だいぶ慣れてきましたよ。また来た、スーパーキル出た。あれ、スタミナ低からなんだよ。 OK、 素晴らしい。あとどこにいる？あ、上におるやん、一匹だけおるやん、これ。 OK、 完璧。いや、素晴らしい。私これ片付けたね。さすが、まさに鷹の目。 OK、 やった感じ。とりあえず終わったかな。とりあえず終わりました。これでまだいないもんね、もう。あ、まだいるやん、まだいますやん。ちょっとまだおるんかい。はい、ここでヘッドショットをいただいていく。あれかな、とりあえずここ制圧しましたね。ここはとりあえず医務室を抜けてセーフルームへ向かえって、医務室を抜けてセーフルームへ向かいなさいってことなんで、じゃあ向かっていきたいと思います。そこっちか、こちらでございますね。ちょっと待った、違う、こっちか。なるほど。え、ここでいいの？うわ、かっこよ、めちゃめちゃかっこいいやないですか。チャプタークリア、 OK、 やった、素晴らしい。とりあえずクリアしたぞ。おじゃ、これ完璧やね、完璧やね。じゃあ行きましょうか、行きましょうか。さあ行きますよ。近接特殊攻撃 R3 で、ね、さっきやったやつやな、これ。うわ、やばいやばいやばいぞ。ちょっと待って、これやばい。ちょっとショットガンにするわ。ショットガンにいたしましょう。え、ちょっと待って、どこ行けばいいのこれ。え、なになになに、何してんの。外に出ればいいのか。あ、いたね、アクション。なになになに、え、あ、やばいよ、やばいやばいやばい、うわ、やばいやばい。ちょっと貨物列車が突っ込んできたけども、うわ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 、めちゃめちゃゾンビをおりますやん。ちょっと、さあ行きましょう。私が成敗してくれますよ、あなたたち。食らうがいい、 OK、 食らうがいい。私のナスビーム、 OKOK、 さあ食らいなさい、 OK、 素晴らしいですよ。私の戦闘力は53万ですからね。ちょっと待って、めちゃめちゃ来てない？
止まらなくない？ちょっとこの何なのこの波は。 OK。 ちょい OK。 やばいめっちゃ来とる、めっちゃ来よるって。ちょっと待って、弾がないじゃん。もう弾がないって。うわ、やばい。やばい。うわ、おるやん、いますやん。ちょっとどっから来たのお前、どっから来たの。ちょっとグレネードをちょっと使おう。あ、やばい。ちょっと待って、うわちょっと待って、ちょっと待って、やばいやろ。めちゃめちゃ侵入してきて、俺撃ちとるやん。長押しでこれ回復するの？ゲームオーバー。ここに来てゲームオーバーですか？いや、ちょっと待って。私もゾンビになっちゃったやん、これ。なるほど。まあ、こんな感じのゲームですね。じゃあね、ちょっと総括していきましょうか。ちょっとね、ここちょっと、30分ぐらいちょっと初見プレイしたんですけども、どうですかね。まあ恐怖感はね、結構迫ってくるもんもあるし、なんかすごいなんだろうな、ゾンビ系のねゲーム好きな人だったら結構いいかもしれないですね。ただなんか淡々とミッションをこなしていくみたいな、アクションゲームかな、これは。アクションゲームの要素がこれ強いっすね。普通に謎解きとかさ、やりたい方いるじゃないですか、バイオハザードみたいに。そっち系が好きな人に関してはね、ちょっと物足りないかもしれない。ただ、銃でヘッドショットした時とか、あとはショットガンで思いっきり何だろう、倒した時とかはちょっと気持ちいいかもしれないね。まだちょっとね、やり始めていきなりこの何だろう、電車が突っ込んできて、このなんか倉庫みたいなところにいきなり私今この映像に映っておりますけど、ゾンビ化してしまったんですが、まあ5点満点で何だろうな、評価するとするのであれば、まあ自分の中でね、私の中で5点満点がどれかっていうと、まあ荒野行動だったりスプラトゥーンとか、あとモンスターハンターライズの方が5点満点だとすると、こちらのゲームはまあそうですね、まあ3点ですね。私の中でのこちら、ゾンビアーミーの点数は3点という形になりました。それでは、いや私に点数なんかつけられたくないかもしれないけどもですよ、まあそれはね、まあブレイクオーということで、まあということで、本日は4月の、プレステ4、フリープレイのゾンビアーミー、初見プレイさせていただきました。まあね、ダウンロードは無料で4月中はできるみたいなんで、一回ダウンロードしてやってみるのはいいかもしれないですね。はい、ということで、では、今回のゾンビアーミー初見プレイゲーム実況、この辺りで、皆さん、おさらばしていきたいと思います。ではバイバイキン。チャンネル登録、評価、コメントよろしくね。 Twitter と TikTok もやってますので。
皆さんフォローよろしく。では。